はい、皆さんこんにちは、ひこです。本日のひこっとのゲストは、引き寄せの生みの親で、ザ・シークレットの翻訳をされた、山川光也さんとあきこさんご夫婦に来ていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。十分だから。もう多分、一番ザ・シークレットが有名ですかね、お二人が。翻訳された。僕らはね、アウトナリム。ありますよね。アウトナリムっていうのが一番初めだったんですね。翻訳家になるつもりはなくて、訳しました。翻訳家になるつもりないのに翻訳された。遊びでやったんです。すごく大切な本だと思ったので、二人で訳しました。それが一番初め。その時はお二人って公務員されてた時に。いや、僕が公務員。私は、その時は主婦でしたね。私は30代でずっと広告会社とかそういうところに働いてましたけど、でも結婚されて、結婚してもう15年ぐらい経ってたかな。それって公務員されてて主婦されてて、なんで本を翻訳するっていうことになったんですか？公務員ってね、つまらなかった、僕には。ちょっとクリエイティブなところがなかった。なるほど。決まってることが多かったですね。だからなんかクリエイティブなことしたいなと思って、絵を描いても、ちょっと絵がいっぱいになっちゃったら困るじゃないですか。絵描いても。増えていっちゃうから。じゃあ、音楽って言ったら音楽の才能もなさそう。でも、親ぐらいならできるかなと思って。すごいね。シャーリー・マクレーンのアウトンナリムっていうのがすごくベストセラーになってて、その頃。それ読んだら、実は輪廻転生の本だったんですよ。それは、そういうのがもともとお好きだったんですか？全然。スピリチュアルとかも全然。そうですね、スピリチュアル。でもちょっと分かり始めてたかな。その頃ね、僕ね、セミナーを受けたんです。それはね、気づきのセミナーって言って、自分を知ることが一番大切っていうふうなことを、そこのセミナーで頭に入ったんですね。その時からシャーリー・マクレーンの本をこう読んだんです。そしたら、そこに自分自身を知ることが一番大切って書いてあったんですよ。リンクしたんですね、それで。それで、自分自身を知り始めて人生が変わったから。それはもう実体験で。実体験で。はじめ僕がね、受けたらね、ちょっと変わったので、彼女がちょっと困ったんです。抵抗しましたね。どういうことか。ちょうど神戸で別居してたんですね。神戸と東京に。私は東京で働いて、彼が神戸に行って、で、それで何をやってるかわかんないけど、なんだか私が行くと完全に彼が変わって、他の人間になっちゃったって感じ。ちょっと寂しいですよね。寂しいんで、寂しかった、まさに。で、私は神戸で15年間この人はこういう人だったのに、こういう人になっちゃった。違う人みたいになっちゃったっていう感じですよね。で、すごい不満だったし、そしたら彼は、お前はこの今のままじゃダメだから、セミナーを受けろって言われて、もう、どうでしたその時の気持ち。嫌でした。確かに私もそんなことだった。嫌です。絶対嫌だったし。あんな風になりたくない。でも8ヶ月抵抗してたけど、いろんな、偶然の一致が起こってね、それこそ。私の会社の尊敬してる上司がそのセミナーの卒業生だった。たまたまそうだった。そう、たまたま。で、受けたら、私はすっ飛んじゃったんですよね。バーンと弾けちゃったんです。もうじゃあ、高野さん以上にってかな。なぜかっていうと、私はもうすごくこういうふうに、これはこうであらねばならぬみたいな人だったから、自情自爆っていうのかな。自分で縛ってたものが、縄がパラパラって外れたから、突然違う世界に飛び出しちゃって、なんで空はこんな明るいのって、こんなに人は綺麗なのみたいな。暗い世界に住んでたわけです。それまではどうだったんですか？一生懸命頑張って、会社で仕事しすぎて暗い世の中の中でも頑張って生きていこうみたいな感じだったんですか？そう。だから残業100時間してみたいなね。でも気がつかずにね、本当に自分がそんなことしてて、これが当たり前だみたいな。ただ辛いけど、他のもっとあんなに能天気に生きてる人をね、あんまりそうなと思ってたんだけどね。能天気になるのが今最高だと思いますね。それで変わって、で、二人とも変わってからすぐアメリカ行って、そしてシャーリーの本に出会って。で、それは自分を知ることが一番大切って書いてあったので、この本はみんなに紹介したいねっていうことで。そして、私は、彼に言われてシャーリーの本読んでみたら、スピリチュアルの百科事典みたいな本で、輪廻転生のことから、神様のことから、それから宇宙人のことから、あと、幽体離脱のことから、すごい、もう全部出てるんですよ。そのもっと哲学的なことからね。で、それを読んだ時に、私、本当初めてそんな本読んだんだけど、私が知りたかったのはこれじゃないって。不思議なことに次に、私が知ってたこともこれだと思ったんですよ。へえ、不思議な感覚ですよね。そう、不思議な感覚。だから主人が訳すって言った時、まさかと思ったんだけどね。こんなの日本語になってるわって言った。翻訳したこともなかったから、2人とも。すごいです。だって翻訳したいって言って、翻訳できないですね。そうです。どういうことなの？英語はでも好きだったっていうことだし、アメリカに行ってたんですね。はい、いたんですね。で、なんかね、だから彼が訳したいって言って、まさかって私が言ったんだけど、じゃあ出版社に電話かけてみるよって言って、出版社にかけてみたら日本語になってなかったんです。で、どうしたらいいって言ったら、本屋さんを探してね。案件を買って、そうやって訳してくださいって言われた。親切な人だったですね。ああ、教えてくれたんですね、やり方を。そう。で、それで、本屋さんなんて知らないんだけど、でもね、いろいろ友達で本を出してる人に聞いたら、ちょっと紹介してくれて、で、小さな本屋さんが案件買ってくれたんです。読んで。それで出したんです。はい。だから、自分の使命を知ると、天が味方するっていうじゃないですか。本当にそうですね。天が味方して、応援を受けたんです。応援ですよね。じゃあ今はやっぱその翻訳って使命って思いますよね。使命だったんですね。翻訳だけでなくて、やっぱりスピリチュアルなことを広めるっていうか。あ、なるほど、なるほど。そうしたらね、本当に大変だったんです、人生が。喘息になっちゃった、僕。本は出版できたんだけれども、はい、アメリカにいる時の最後の方からもう。それってでも、ちゃんとメッセージを受け取って、じゃあ、翻訳もして、みたいな、はい、そっちだけ見たら、順調に見るんですけど、なんでそこで喘息になっちゃったんですか？どういうお仕事？ねえ、病気になっちゃったんです。なんか不思議ですよね。なんかすごい、なんかダメな方に行っててとかで、それが起こるのってちょっと分かるんですけど。だけど、僕は後になって分かったんだけれども、喘息がなかったら僕が変わらなかったと思う。出世とか、そんなことが大事だったと思う。そう、偉いね。そう。公務員本当に辞めなきゃならなくなっちゃった。治らなくて。もうじゃあ辞めざるを得なかった。辞めざるを得なかったの。もう執着があったんですけど。あ、そうなんですね。その時ってでもすごい不安じゃなかったんですか？今までのキャリアとか収入とか。もう、なんか、ちょっと泣いてましたね。そうですよね。この人は看病でしょ。お金はもうない、入らない。子供がいなかったから。で、二人きりだし、まあ、なんとかなるかなと思って。なんとかなりますよ。大丈夫。何があっても。すごいですね。でも当時はアキコさんも不安じゃなかったですか？だから、もう看病で必死。それどころじゃない。ただね、やっぱり不安だったんですよね。その後、彼はもう辞めちゃって、まあ、多少金とか入りましたけどね。でも、シャーリー・マクレーンの翻訳しても、印税なんてちょっとしか入らなくて、って私、これしか入らなかったんだったら、なんか毎年何冊も本を訳して、ちょっとずつお金稼ぐのと思ったら、すごいね、お先真っ暗みたいな感じ、一瞬だったけどね、そのうちも看病でどうしようもなくなっちゃって、忘れましたけどね。なんか仕事はないから、二人で翻訳家になっちゃった。その流れで、じゃあ翻訳しかやることないみたいな。そうだ。で、シャーリー・マクレーンが、毎年本書いたんですよ。そして、それを毎回訳して。そう。そして、しかも本屋さん小さいですね。宣伝力全然ないし、そんなに売れないんだけど、でも、みんなからすごくこう、反応が良かったんです。面白い反応が来たってことと。本出した時にね、有名人にね、じゃん僕送ったの。はぁ。まあ、でも、読めてるんですよね。アウトナリムっていう本ですから。はい。やれって。だから、寂聴さんが読んでくれて、そして、朝日新聞にも出たね。で、こんな小さなコラムだけど、ものすごいパワフルですよね。そういう方も書いてるんですよ。それでベストセラーになってったんですよ。あ、そういうことだったんですね。本当のベストセラーになったのはね、アウトナリムっていうのが。映画ができたんですね。シャーリー・マクレーンが主演で、テレビ映画。日本だけなんですけど、ソニーがビデオテープで売り出してくれたんです。それからベストセラーリストに3冊ぐらいの本が。本当に、それはセラーリストに出てるぐらいだったんですよね。はい。喘息は本当に辛かったです。3年ぐらい。3年。だけど。3年もいりますか？私、宇宙にいたから。3年。でもね、今とね、違うんですよ、やっぱり。多分ね、本当にみんなのエゴっていうのがまだまだ大きくって、よくこう、孤立から統合って言うでしょ？で、それって溶け合っていくわけだけれども、みんなこう、本当にカチンカチンの氷みたいな人たちは、私たちも自分も含めてね、でそういうところで溶けていくときってやっぱり特別なことが必要だった。そうですね。だから、そういう運命だったんだと思う。僕運命論者だから、あ、そういうふうに決まってたんだねって、しょうがなかったので、後になって分かったんですけど。はい。すごい。その代わり、すごいですよ。それからずーっとこう、なんていうかな、見えない世界の指導例とつながって、はい、今がある。もうずっとサポート。もうずっとサポートしてくれて、もう困ったことも何でもうまくいくよ。ただそのサポートっていうのはみんなサポートされてるんだけどみんなね。そうですね。いませんとか言う人がいるとか。彼女がすごいチャネラーとしてね、はい、自動書記でもってこうなんか質問すると何でも出してくれる。そうなんですね。はい、だから特に病気の時はね、頼る人が精霊しかいなかったから、うん、医者に行ってはいけない。薬も飲んではいけない。人が起こったら水だけ飲んでろっていうか。それって、仮に降りてきたとしても、いやいやってしたくなりますよね。そうですね。薬は飲まなきゃいけないでしょ、みたいな。はい、僕らは信じちゃった。信じちゃったわね。そう、なんか信じた方がいいっていう感覚があったんですか？もう、そうですね、それしかないって感じでしたね。そうですね。これはでも、グレイス。神からのギフトだったかもしれないね。ギフトね。贈り物ですよね。その時は辛かったけど、今になればね、あれがなかったら。って言えたら、治るんだって。神様に聞いたら、とんでもないの来る時もあるじゃないですか。ありますよね。僕はだけど、すごい信用してんの。面白い人生だったりも。すごい波乱万丈ですよね。はい。自由になったから、もう世界旅行もできたし。で、崖があるから、そこから飛び降りようって言って、飛び降りて。落っこちてよかったって感じ。なるほど。したい。だから、みんなね、自分の中に、こう、やっぱり最後は神様を見つけるんだけれども、そうすると、みんなわかる。みんな平等なんだって。月額999円の新サロン、プラネットのメンバーを募集中です。コンセプトは楽しくてためになる。あなたの隣にキコがいる。いるだけで意識革命が起きる。メンバーさんからの質問やリクエストをもとに、月に4回、毎回みっちり60分、交流型のトークライブを開催します。ここでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブです。その他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約などたくさんの特典をご用意しています。あなたもスタートアップメンバーとしてご参加されませんか？詳しくは概要欄で。プラネットでお会いしましょう。